だいぶ調べたんですよ。もう本当に YouTube のやついろいろ見て、総トータル回数1億回再生の YouTube レシピのまとめをここで公開していきたいなと思っております。祭りの味です。お料理はね、科学ですから。皆さん、 YouTube の時間です。よー、今回ですね、料理のことをディレクターと真剣に考えまして、もう神回です。家庭で料理を作る皆様、ご飯食べに行かれる方々もそうなんですけども、これだけ世の中にですね、 YouTuber がたくさんいてて、もういろんなレシピをいろんなところで世界中で公開してるんですよ。その中でいろいろ食べまくってたんですね。でこの結果を自分の店とか自分だけでストックしておくのもったいないなということで、もう真剣に調べて、ネット上に落ちてるありとあらゆる情報、それから今まで自分がやってきた経験、これを全部踏まえてですね、農林水産大臣から賞をいただいております料理マスターズの森田がですね、他のレシピを見なくていいと、そういう状態にしようじゃないかということでですね、総トータル回数1億回再生の YouTube レシピのまとめをここで公開していきたいなと思っております。これね、シリーズ化していこうと思っていて、第1弾はハンバーグなんですよ。ちなみにどういう状態かっていうと、こんな状態です。ドン。だいぶ調べたんですよ。本当に YouTube のやついろいろ見て、まあ、それこそ水嶋ヒロさんのやつでも12万回回ってますし、ゴードンのやってるやつもこれ762万回とか回ってるんですけど、コウケンテツさん、一回共演させていただきましたけど、コウケンテツさんとかも、まあ、225万回、リュウイさんもこれ約500万回回ってるんですけど、クラシルさんのこのミシュランシェフが教えるっていうやつでもこれ37万回回ってるんですよね、これを全部見んねやったら1億回集めるから、その1億回の全てのレシピをあのうちに合わせればいいよねと思って、リュウイさんなんかこれゼラチン使ってます。ゼラチンは入れると肉汁が出ちゃうんですよ。はい、肉汁が出るのは俺の中ではもうもったいない。リュウさんのリュウさんので言うんですよ。なぜコードンとかやっぱ自分で手切りしてやってるし、これを全部合わせたんですよね。もう分析しました、このラボで。日本で唯一ですもんね、このラボ研究室があるレストランっていうのは。1億トータル再生回数の集めたレシピを伝授したいなと。おわ。ということでですね、これすごいでしょ。アメリカの方で行くとですね、やっぱこう生肉から切っていくっていう文化なんですよ。向こうのスーパーマーケットで言うと、だいたい塊の肉が売ってるんで、これ刻んでいくっていうところからスタートするのが向こうのスタイルなんですね。で日本は、まあ、よくできてて、スーパーマーケットに行ったらもうハンバーグを作る人用にみたいなことでミンチが売ってるじゃないですか。関連化されてるところがあるんですけど、それもいろんなサイトを見てるとですね、ミンチじゃなくて塊から切った方が肉質が残るとか、ミンチでいった方が脂がよく出るとか、要はですね、このお肉の使い分けとか、どの状態が一番いいかっていうことが結構分かってきたんです。で玉ねぎもですけど、海外の方ではですね、軽く炒めたりとか、で三つ星のレストランやったらこれ半分だけ炒めたりとかあるんですけれども、で特に日本はね、結構玉ねぎ焦がしがち。僕らはもうプロですから、玉ねぎが一番美味しい状態っていうのを知ってますから、内緒にしときたいような秘密の材料とかですね、まあ、例えば今回はこうオフとかですけれども、実は普通の人って知らないよねっていうようなものを全部配合していくと、最高のハンバーグが出来上がることが分かりました。ということでですね、今回農林水産省料理マスターの森田隼人がですね、巷でも溢れてる世界中のハンバーグのレシピをここに総括するので、決定版です、保存版です。もう最高の過去にない動画を作り上げていきたいなと思いますから、でこれ今からですね、もう一緒に作り上げていったら出来上がっていくんじゃないかって、ちょっと長尺のやつになっていくんですけども、そんなにカットせんと本当に一緒に作っていったらできるような感じにした方がいいんじゃないかなとは思ってます。でまずはなんですけども、今日用意してたやつをこうザクッと並べていきますので、市販で売ってるやつですけども、それをガリバンジャーにも入れております。それを見ていただいた上で一緒に作っていただいたら、あとは出来上がるということですから、じゃあ始めてまいりたいと思います。レッツクッキング。はい、ということでですね、こちらです。まずはですね、市販で売ってるミンチ肉ですね、これ 80g になります。そしてこちら側ですね、先ほど手切りにした、普通のお肉、これはですね、市販で売ってるちょっと安く使ってもらった方がいいです。和牛とかの方がいいではいいですかね。でまあ、なかったらオーストとかアメリカでも構わないですけども、自分で手切りでしたお肉ですね。もう脂が全然違うでしょ。で玉ねぎなんですけど、玉ねぎ自体はこれです。4分の1使います。この4分の1だけでいいんですけど、この4分の1をですね、4分の1だけそのまま生で、でこの4分の1の玉ねぎのからこっち側はしっかり炒めたものです。これね、ここまでいくの結構根性いるでしょ。やってるレシピなかなかないんですけど、これさっきやっちゃってください。であとはですね、ビーフコンソメです。本当はビーフコンソメあんま入れたらダメなんですけど、美味しくするためにですね、牛肉で作るんで、この牛のいわゆるもう出汁の集合体みたいなのを出しとく、ほんまに美味しいもの作ろうと思ったらこれです。プロと家庭の両方のいいとこ取りのやつを作るとなると、このビーフコンソメ結構欠かせないです。そしてオリーブオイルですね。このオリーブオイルはもう成形するときに手につけるんで、それだけのために必要ですね。で卵1個ですね。で最後にこれですね、クルマ。
このオフはどのメーカーのものでも大丈夫です。パン粉よりもオフの方が水分を吸うので、これ使っていただいたいです。これ日本のいいところだと思います。海外にはない食材を使おうかなと思っております。海外はねやっぱりパン粉なんですけど、パン粉自体の油分が結構あって香りが強いので、これはもうオフ使った方が絶対にいいなと思いました。ということで早速ですけどもやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ではということで早速ですけどオペを始めてまいりたいと思います。お料理はね科学ですから、本当にですねいろんな美味しいレシピがあると思うんですけど、お子さんや彼氏彼女家族にも喜んでいただこうと、大切なね方々にも喜んでもらおうっていう気持ちをちゃんと持ってください。この気持ちが最高のスパイスにはなってまいりますしね。すごいよね、エスパー伊藤ってこれ被るんでしょあ、なんかこれギュッてやるとなんかあれですね、パクパク叩きたくなってしまう。はい、ということでここまでの準備ができればもうあとは大丈夫です。一番最初に入れるこの順番結構大事です。一番最初に入れるのはお肉です。先ほど手切りにしたお肉を 80g まずこの中に入れてしまいます。綺麗なお肉はねやっぱ手切りにするとさ、全くさ肉汁がまず出ないじゃん。はい、この順番で入れないとダメだよね。でまだそんなこれは粘り気はないよね。はい、でここにですね生の玉ねぎを入れていきます。あ、玉ねぎを入れる。はい、玉ねぎ先ですね。玉ねぎの食感をコントロールしていくっていうのがすごい大事です。で玉ねぎの中にはですね少しお肉を柔らかくする酵素があるんで、この段階で丁寧に揉んであげてください。であとは水分のコントロールとお肉をもう一発柔らかくするためにお塩です。お塩は 1g です。これはですね絶対に固まらないようにこうまんべんなく、でこれでいきます。まあ、この段階で塩、それから肉、あと玉ねぎ生、これだけですね。でここにはですねもう本当に人間の体温と人間の握力の圧だけで丁寧にまぶしていきます。そして玉ねぎの酵素とお塩がお肉を変性させてくれることによって、先ほどなかった粘りが出てくるんですよ。粘りが出る、粘りが出てくる。もう塩が結構大事で、ちょっと揉んだだけなのにほらもう粘りが、あ、本当だ、出てきたでしょ。すごい。まずここである程度の粘りをかけるんですけれども、これでお肉を揉んであげるのが、はい、これがですね10回です。10回揉む、はい、10回揉んでください。これをはい、これで10回です、はい、で10回やるとちゃんとまとまるじゃないですか、はい、これ10回以上混ぜるともうここで完成してしまうんで、ここでストップです。はい、でこの段階で一旦1個端に置いとくんですけど、はい、もう一つの塊ですね、こんなこっちです。もともとあったミンチ肉です。ミンチですね。はい、これも市販のミンチですね。細くミンチされたものですね。はい、でここの間につなぐために必要なのはこれです。焦がしたもの。はい、焦がした玉ねぎです。玉ねぎも一緒にここで入れます。はい、これ油で炒めてるんでこんな感じなんですけど、香りすごいいいんですよ。でさっきの状態だとこっち側のお肉とこっち側のお肉の粘度が全く違うんで、はい、この粘度を統一するために10回もみました。はい、これすごい大事です。なるほど。でこの玉ねぎ自体にも旨味香りがあるんですけれども、はい、ここで最後に入れなきゃいけないのはさっき言ったビーフコンソメ。ビーフコンソメ、はい、これ 1g です。ここで味を決めていきます。もうつまりこの中には玉ねぎと肉としか入ってないんです。そうですね、はい、で最後にご家庭でこのまま混ぜていきたいんですけども、このまま混ぜていくとタンパク質とタンパク質の間に決着するものがないんで、はい、ここで最後に決着させるために2つ最高に必要な秘密のアイテムがいります。この2つのアイテムを入れることによってこれ全部固めていきたいと思っております。科学的に考えると分かりやすいんですけれども、塩、それから玉ねぎの酵素、あとは肉のペプチドとかペクチンとか、はい、そういう酵素でそこに足していく2つのもの、1つはもう皆さんもお気づきですね、卵黄です。卵黄です。この卵を入れると固まってまとまるじゃないですか。はい、これまず少し大事。あともう1個です、とっても大切なのがお麩です。お麩を 3g です。包丁でとかなんかミニサーでみたいなのになるんですけど、そんなんになるんで、これも手で潰すのがいいです。あ、手でいいですね。お麩って結構香り強いんですよ。はい、めちゃくちゃ強いんで、お麩は手でできるだけ細かく、こんな感じですね、あれたお子さんとかにやってもらってください。お子さんでもちょうど砕けるぐらいの握力でいけるんで、はい、お麩が入るハンバーグは初めてですね。これはね日本ならではです。海外はやっぱパン粉なんですけど、はい、パン粉自体には結構油が向こうも残ってたりとかしてて、小麦の香りが強いんですよ。小麦よりお麩の方が吸水率が高いんですよ。なのでさっきのビーフコンソメと、あとミンチにしてある方の牛肉の流出する油、はいはい、これがもったいないんですけど、それをとどめることができるんですね。こんな感じですね。結構細かくやっていいですね。そうですね、結構細かくです。粗いところも残ってるんですけど、そこにも全部肉汁入っていくんで、はい、この中になので急に卵黄と玉ねぎとお麩が刺されたという感じですね。はい、これを一緒に混ぜていきます。はい、でここで混ぜるときに大事なのがこちらです。あ、氷水ですね。氷水、はい、
ここで自分の体温でお肉って緩みがちなんですよ、はい、これすごい大事でお肉を緩ませないのが大事なんですね。でこの冷水でやっていく、これはね世界共通でした。星付けのレストランとかでも確実に絶対やってる最後の一手間って感じですね。ああ、じゃあかなり大事な工程ですよ。かなり大事な工程です。そもそもハンバーグって日本語じゃないからね、海外に習うっていうのはすごい大事ですね、はい、こんなんです。すごいでしょ、これで2人前です。あ、粘りがいい感じですね。で丁寧に混ぜるんですけど、これも同じです。最後は10回です。はい、10回です。はい、ということで出来上がりです。おお。さあ最後は成形なんですけれども、今回ですねこのお肉焼き加減はですねミディアムレアぐらいがいいと思います。もしですねスパイシーなのが好きな方はですね、こうやってブラックペッパーでゴリゴリゴリと振っていただいて、この最後にこう練り上げていただけるといいと思います。はい、こんな感じですね。はい、こうやってこねていきます。ここでも完全に形作っちゃうんですか。作っちゃいます。こんな感じですね。ここで使うのはオリーブオイルです。オリーブオイル、オリーブオイルを手に浸して、これを表面にまぶしていきます。表面にまぶす。そうすると手に跡くっつかなくなりますし、成形が最後しやすくなりますし、はい、フライパンにのした時にですねくっつかなくなります。海外もそうなんですけれども、今回キャンプでも使えれるっていうことがすごい大事なので、はい、まあ、要はレシピさえあったらもう地球上どこでもできるよねっていうね、はい、そういうのがすごい大事だなと思っておりまして、今回このハンバーグなんですけれども、はい、普通は大変じゃないですか。そうですね。これね、いろいろ見てたらね、はい、やっぱ分かってきました。これ俵型です。あ、俵型。はい、俵型です。これがですね一番火を入れやすくて、はい、焼きながら成形できていくんですよ。あ、そうなんですね。これかなり大事です。こんな状態です。おお。これオリーブオイルは表面だけに塗るイメージの方がいいですよね。表面だけです。表面だけです。中に入れないですね。でですねこんな感じです。これは空気抜けなんですけども、はい、空気抜けって僕この間実験したんですけども、はい、10メートルの空気抜きやったんですけど、あ、全然無理です。分かったんですけど、空気抜きっていうのは肉と肉の間の薄い空気を抜いていくんですね、はい、でなので必要なのはもうこれぐらいの距離でパン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 ってパチンってやんなくて大丈夫です。もうさらっと抜くぐらいで、オリーブオイルも馴染んできたところで、はい、最後は俵型ですね。成形してこれでいくと本当に一流料理店で見るような形のハンバーグができたんじゃないですか。そうですね、こんな感じです。いいっすね。いいよね。あ、めちゃくちゃ美味しそうです。ですよね、はい、ということで準備できました。すごいです。これが家庭でできるのはやばいですね。簡単だったでしょ。これ簡単ですね。ここまではね、はい、でもやっぱ大事なのが手順と工程なんですよ、はい、でここまで大事なのがその温度冷やすであったりとか入れる順番とか硬さを考えるとか、あと、はい、揉む回数とかクラッピングの距離回数とか、はい、これが全部出して一応トータル再生回数のレシピになるんです。フライパンはですね、はい、今ちょっと水落とします。こんな感じです。ちょっとじゅわっとくるぐらい揉む。決して煙が上がるほどチンチンではないですね、はい、この状態チンチンじゃない状態でじっくりじわじわ焼いていきます。ぜひアウトドア好きのソロキャンプとかキャンプ好きな方々にも、はい、ぜひこいつ楽しんでいただこうと思って、はい、なんとこちら用意しました。ドドン、七輪。はい、炭ですね。このバーベキューでもできるよっていうのを見せようかなと思います。おこの2つの食べ比べでいきたいと思います。で当然なんですけども、フライパンの方が丁寧に焼けます。焼き加減を調整できるんで。でもお肉ジュージューと火を上げながら遠赤で、はい、高火力で揚げていくこともできるんですね。ということで焼いていきたいと思います。はい、うわー、これすごいね。神かやろ。まずはフライパンからです。まあ中火です。中火。はい、中火ぐらいです。この油も何も引かないです。引かないんですか。はい、引かないです。このままいきます。このままいい音ですね。もうこれね、炭火の魔法です。炭火の魔法。炭火の魔法です。炭火で焼くとね、またうまなるんですよ。あ、はい、魔法といえば 2.2 坪の魔法、好評発売中ですので、どうぞよろしくお願いします。こたわる方ですね、すごい綺麗ですね。綺麗です。綺麗ですね、はい、ちょっとだけ網くっついたらダメなんで、網には油を引いておきました。はい、うわー、音がもうやばいですね。
すごいな。ブクブクっていう音が。これさ、今の段階でさ、はい、どっちがうまそう、絵的に。僕はやっぱ炭ですね。炭やっぱすごいな。炭すごい、炭すごい。やっぱりちょっとこういう風な肉汁みたいなやっぱ出てくるよね。出てきますね。オフが吸い切られへんかったとも出てくるんだけど、これも最後ソースにして使うんだ。あ、なるほど。ということでですね、1分したらこれはもう裏返せますんで。あ、1分でいいんですね。はい、1分したら裏返せます。よっ、こうなんです。うわー、うまそう。ここまだずっと中火です。こっちも見てください、もういぶされて。もうこれやばいですね。いぶされてすごいいい色でしょ。はい、これも1分経ったら裏返します。裏返します。見てこれ、たまらないですね。これは炭の力やばいですね。ね、はい、でこれ炭ちょっと今回強かったんで、脇の方でまあ大体フライパンと同じような中火程度でいきたいなと思ってるんで、この状態でコントロールしています。はい、で今度は反対の面がですね、はい、80秒です。80秒、80秒です、はい、で80秒経ったらまた裏返してあげます。はい、80秒で裏返します。はい、80秒です。いきます。見てください。あ、いいですね。でこれでまあ俵型っていうかこう丸型なので、はい、焼けてないところとかも丁寧に焼いてあげていってください。ちょっと立ててあげるのも大事なんですね。そうですね、全体的に焼いてあげたいんで、はい、今まで焼けてなかったところとかも丁寧に焼いてあげます。はい、こっちも一緒ですね、同じ感じで。あー、こんな感じです。いや、やっぱ炭の絵力はすごいですね。やばいね。赤いところが残ってる感じがまためちゃくちゃ面白いですね。1分80秒、はい、そしたらまた1分経ちましたんで、はい、また最後残ってる面を焼いてあげます。はい、こっちですね。あ、でこっち側も一緒ですね。はい、よし、見てください。やばー。で、あとはこれで1分80秒、1分、1分経ったんで、はい、あとはもうまんべんなくですね、ご自身の焼き加減です。焼けてないとこないかなーっていうことで、丁寧に焼いてあげてください。はい、見てください。こんな感じで全体的に生ちょっとこれもうバターで炒めたんちゃうかぐらい、ほんとすごい、綺麗ですよね。はい、でもこれでも仲間ダリアなので、はい、ご自身が納得いく今度はウェルダンであったりとかミディアムレアの焼き加減に仕上げていっていただきます。油の泡をまとうっていうね。いや、ほんとですね。それがでもまたうまそうですね。そうなんですよね。で、炭火の方も一緒ですと。炭火の方も大体こうしっかりこんがり焼いてきました。また全然焼き入れ違いますね。違いますね。でもちゃんと肉の味、香りを残してる感じですね。はい、ここまで、大体の焼き加減がですね、6分半ぐらいなんです。はい、6分半ぐらい焼いたら、あとここでスペシャルアイテムです。スペシャルこれが日本人が結構やらない、やらないんですけど絶対にやった方がいい。クロスタムレーでは必ずやってるんですけども、はい、お肉焼いた後ですね、はい、アルミホイルです。アルミホイル、はい、まあ、最後に休ませるのがすごい大事なんで、仕上がったハンバーグ結構いいでしょ。ほら、もうコロ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 のハンバーグ、やばい。このハンバーグを最後はアルミホイルで余熱で休ませます。休ませる、休ませます。これ結構20ぐらいにしちゃって大丈夫です。フライパンの方も同じように休ませます。はい、こんな感じです。こっちがフライパン、こっちが七輪ですね。七輪ですね。です、はい、ということでですね、今来るんで、これ1分休ませるんですけど、その1分休ませてる間に残ったこの肉汁です。この肉汁自体がもったいないんで、ここでソースを作っていきたいと思います。はい、どっちかっていうとアメリカンスタイルプラス日本のスタイルっていうところが入ってるんで、三位一体でいきたいなと思います。はい、このレシピ結構大事ですね。このケチャップです。ケチャップ、はい、ここから出てくるチューブ量がですね、大体5センチです。5センチ、はい、5センチ、はい、5センチ分ぐらいです、はい、のケチャップです。で、そこにブラックペッパー、ブラックペッパー多めです。はい、で、日本酒です。お、日本酒、はい、日本酒 10g、 10g フランベします。はい、こんな感じです。おー、で、火を止めます。で、火を止めたら、あとポン酢使いますね。味ポン酢3名です。ポン酢、はい、ポン酢もですね、10g です。ポン酢を 10g 入れて混ぜる。はい、ケチャップとポン酢と日本酒ですね。でも肉汁最後の一滴まで全部使い切る感じです。はい、吟醸の香りするでしょ。あ、本当だ、めちゃくちゃいい匂いしますね。これお酒の香りと実はケチャップのトマトの酸味って合うんですよ。あ、そうなんですか。はい、これは和紙には不思議でしょ。はい、ということで、このソース作るのに1分かかりませんでしたが、1分経ったので、はい、お料理を展開していきたいと思います。はい、まあ、今回はもうシンプルにですね、色味だけでレタス使いますけれども、こちらがフライパンです。フライパン、フライパンで焼いたハンバーグ。おー、うまそう。
そしてもう一個そうですよ、はい、もう一個がこれは炭火で焼いたハンバーグ。いやまた全然違いますね、やっぱり。でもホクホクでしょ、はい、これはすごいです。そこにソースいきます。はい、ということで出来上がりました。これがですね、YouTube 総トータル回数1億回世界中のレシピのまとめのハンバーグです。イエーイ。うわうまそう。あのね、まあ、ここまで研究したらね、やっぱり最高のもの作りたくなりますよ、はい。ということで今回炭火のものと今回フライパンのものと2つ作りました。フライパンの方からいきたいと思います。はい、フライパン終わりますよ。はい、うわジューシー。でも肉汁が こぼれないという、こぼれないですね。こぼれないというね、すごいですよね。もうちゃんと中まで火入ってるでしょ。はい、いただきます。あーもうすごいすごい、うまい。今まで僕が作ってたハンバーグのレシピって、はい、基本皆様に手に入らないハンバーグのレシピを作ってたんですよ、はい、和牛の12番使ったりとか、うん、それはうまいですよ。だって肉柔らかいですもん、はい、でも肉の食感をちゃんと残しながらやろうとするとこれすごいわ。すごい。玉ねぎをちょっと焦がすぐらい油で炒めるのがこんなに生きてきてるか。であと僕が吸ってる肉の出汁、肉って出汁なんでね、グルタミン酸っていう旨味の出汁が入ってるんで、はい、これをほんの一つまみの塩が全部料理にしてくれて、中でシチューが出来上がってます。シチュー出来上がってます。おそして次は炭の方です。炭はねかなり火入ってるように見えるからカチカチなイメージがある。そうですね、いきますよ。はい、うわ全然違う。全然違う。やば。中までの火の入り方が全然違う。やばいですね、こっち。炭ちょっと行ってみます。はい。どうですか。お。あら祭りです。祭り。もう太古昔からですね、多分バッファローとか殺して食べてきたと思うんですよ。はい。その祭りの味です。表面が炭火でパッと焦げた香りがふわっと美味しくて、中に全ての旨味が閉じ込められてて、これね家でグリルあるじゃないですか、魚焼くグリル、はい、そグリルでやった方がいいかもわかんない。でもまあフライパンでやられる方の方が多いと思うし、後片付け楽なんでね、はい、そういえばこっちでいいと思いますけど、強火でバシッと表面焦がして焼いていくっていうのは感覚が全然違いますね。料理の中でもクオリティが変わってくる。はい。いやこれすごいです。本当に1億トータルサイズの全てのまとめのレシピここに詰まっています。はい、でいらないものとかこれは足してよくないやろ。例えばですね、人参入れたらどうやって、人参切らなくてもいますし、人参入れることで人参の甘みと香りがついてしまうことがあるんですね。はい、もう単純にハンバーグっていうことを考えたらこれがトップです。まず大事なのはですね、お肉を丁寧に刻んでいくということですね。これも肉の食感を残しながらいくと、食べた時にグニュッという、もうなんか肉噛んだぞっていうステーキ食べてるような感覚が残るんで、少しわざと残すのがいいと思います。はい、で、片やそのミンチがありますけど、ミンチとその相性を良くするために10回揉んであげると、で合わせてまず10回揉んであげると、配合の順番はあの順番じゃないとダメです。生の玉ねぎと塩を入れることによって結合させていく、それから合わせていくっていうのはすごい大事ですね。で、仕上がったものを俵型で焼くのは絶対にいいです。はい、で丸くするとですね、当然表面積が増えるんです。だから焼きやすくはなるんですけれども、今回まあ結構時間かけて焼いたんで、まあ、その焼き方としてもまずは60秒で80秒、これが火入れていくためにすごい大事なんですね。はい、いきなり80秒やるとこっち焦げちゃうんですよ。60やって80やってる間に60の面から火がじわじわいってる、こっちからもじわじわいくんですね。なるほど。なのでこの60、80の法則を守りながら、あとは1分、1分、1分丁寧に焼いてあげるっていうことがすごい大事。何よりも最後はアルミホイルですね。寝かせるって。そうです。これをやってる間にソースを作り上げるのは一瞬でできるんで、はい、この全てを合わせてあげるとハンバーグはご家庭でも完璧にうまくできます。食材も大事ですけれども、目の周りに手に入りやすい食材でいかに美味しい料理をするかっていう技術の部分を今回は詰め込みました。さすがです。これね、保存版です。なんかこれで登録者数増えてくれると嬉しいなって思うような動画ができたなと思っております。増えますね、これは。増えてほしいな、これみんなに知ってほしいな。他のそのレシピもすごい素敵やねんけど、全部まとめたのでめちゃくちゃうまかったわ。ということでですね、今回1億トータル再生の全てのレシピを合わせてみましたけれども、これからまた別のレシピも作っていきたいと思います。この企画、この動画面白いなと思っていただいたら、チャンネル登録、それから高評価の方どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。